生きづらすべての方々に届け最高のプロレス,スターダムえ今回ですねスターダムでの話なんですけどお俺たちのリアン俺たちのリアンが今後どうなっていくかっていうのを僕は想像するのが楽しくてリアン選手が、まあ、今どこのユニットに所属するか、まあ、ちょっとクイーンズクエストからラブコールが来てるっていうのがあったりとかでもリアン選手はキットに憧れてるから、まあ、キットがどこに所属するかっていうのが決まってから行くのか。 でリアン選手はハイスピードを目指してるから、自分がハイスピードをチャンピオンになるために、上谷さんにくっつくのがいいのか、セーメイなのか、それが安曇なのか、キッドなのか、ナスポイなのか、まあそこのところっていろんなのがあると思うんですけど、僕はちょっとですね、この、お三沢光晴さん、至高の三冠チャンピオン、まあ、言うたら、あの、二代目タイガーマスクですよ。二代目タイガーマスクで、 このすごく苦労したと。すごい苦悩したと。それはそうなんですよ。一代目の初代タイガーマスクがサヤマサトルさんで、一年間だったんですけども、とんでもないレスラーだったわけですよね。そのとんでもないレスラーだが、まあこう、タイガーマスクを辞めて、まあ、新日本プロレスを辞めて、全日本プロレスで2代目出すってなった時に、まあ、ハードル高いじゃないですか。で、で実際、YouTube とかでもあるんですけど、三沢光春さんが2代目タイガーマスクとしてデビューした時に、に、 もうさやまーなんですよタイガーマスクとして2代目出てるのに「狭山帰れ!」ってすごいんですよ味が。で三沢光晴じ,じゃないってだ2代目が三沢光晴じゃないっていうふうになってるのに三沢コールが出るんですよね。2代目タイガーーマスクのデビュー戦ですよなのに「タイガー頑張れ!」じゃなくて「三沢」とか「狭山」とか初代目の名前とか「帰れ!」とか言われてるんですよ。 で、それで本当苦労して、6年間それをしてたみたいなんですよね。で、僕がちょっと今思って、これ泣きにしもあらずな話なんじゃないかなと思ってるんですけど、2代目の覆面レスラーはリアン選手だったりとかっていうのは、ちょっと面白いんじゃないかなと思ってるんですよ。だから今、スターライトキットが、この、今度、オールトゲザーで、 ぬぐぬがないとか素顔になるならないとか中野タム選手が私は逆に覆面レスラーになるとかっていうのもいろいろあるじゃないですか考え方としてでこうまあキット選手はあの安住選手でルアカリナヒナあでハなんですよねかキッズレスラー小学生とかからしててでそれでスターライトでで闇落ちしてさら、まあ、に人気が出て、まあ、エロさというかこのセクシーさが出て。 まあそれがあって、まあ、今度脱ぐか脱がないか、まあ、無所属でどうしようかなって感じだと思うんですけどやっぱその唯一の覆面レスラーっていうのがやっぱ立ち位置ってやつ強いと思うんですよで今度はオールズゲザーで脱ぐ脱がない問題はあるんですけど実はこの三沢光晴さんだったりとか覆面レスラーって今まで歴史的にそうだと思うんですけど無理やり脱がされて正体がバレるのと自分から脱いで正体を明かすって違うんですよやっぱり。 なんかパパは悪者チャンピオンっていう、棚橋宏選手の映画があったんですけど、その時も自分から脱ぐと、もうそのスターライトキットを捨てるわけですよ。もう今後スターライトキットって名乗りませんっていうのが自分から脱ぐってことなんですよ。で、安住に無理やり脱がされて素顔を出されるのは、まだ今後スターライトキットとして出ることができる的な感じになるっちゃなるんです今まで素顔を見せてないからですよ。だもしスターライトキットが、 覆面を自分で剥いで素顔を出してスターライトキットを捨てるってなったらその後にスターライトキット2代目はリアンですみたいなこまあ、急にリアンがこう海外に武者修行に行くみたいな感じでいなくなるんですよあれみたいなリアン武者修行かってでリアン選手が長期武者修行で、まあ、半年でも1年今半年ですかね3ヶ月とか半年でもいいんですけど半年ぐらい行ってほしいんですけど急に なんかこう2代目スターライトキッドみたたいなので外士が来たら、えーってなりますよねで僕の中でこう人まねとかソルいうって、ね、今の時代は新しい個性を出していかないといけないからそんな二番戦時とかそういうの駄目じゃんっていう風に思ってるんですけどでもこう二代目だからどういう風にやっていくかっていうのは僕はすごく気になるんですよこの令和の時代で,で最近それをやってるのがグレート柵屋だと思うんですよ。 でグレートサクヤってマーベラス所属のだと思うんですけど武藤敬司のこのグレート・ムタの娘っていうのでグレート・サクヤって出てるんですよでもやっぱみんなグレート・サクヤって見てもグレート・ムタと比較しちゃうんですよこの男子レスリングと女子レスリングでで武藤選手が言うには グレート系が誰も成功してててないって言っ言ん,んですよ、まあ、グレート歌舞伎とムタでその後でグレートコジとかグレートボノとかそのグレートニタとかいろんなのがあるんですけどやっぱりムタが強すぎて、まあ、歌舞伎もそうだと思うんですけどやっぱ誰も対戦してないんですよ。で昨夜がやっぱ最初叩かれてるけどちょっとずつ変えていって今なんかこういい感じだなみたいなちょっと面白いなみたいな今度あのいろはたみ選手と戦うんで。 またどんな個性を出していくのかなっていうワクワク感というか楽しみ感があるんですよ。で、一個一個やっぱ変えていかないといけないのは、やっぱ今だったら SNS とかあレスリー・ユニバーサーコメント開放してるから、これはいいねとか、これはダメだねとか、独ギルでそういうタイミングだったりとか、やっぱ工夫したりとかしてるなと思ってるんですよ。で、そうなると、リアン選手が二体、例えばその2代目スターライトキットになった時に、やっぱキットの面影は絶対みんな感じるし、 でそこをリアン選手が2代目になった時にどういうキット色を残しながらその自分らしさ2代目らしさを出していくってどうするんだろうっていうのは結構思ってるしだからなクイーンズクエストに入ってリアンがそのままするっていうのじゃ僕の中じゃ面白くないしかといって他のレスラーで覆面レスラーが、まあ、例えば中野タモがすると実際岩谷麻優も覆面レスラーをしたかったらしくてだから。 ファイブスターグランプリの時にもともと白井洋がやりだしてた気がするんですけど岩谷真優とか白井洋とかクイーンズクエストのレスラーって結構覆面をかぶりながらこう登場するってことあったりしますよねーだから CMLL とかに行くから小も選手はもしかしたらあ仮面かぶってやりたいとかいろいろある気がするんですけど。今キッが 脱ぐか脱がないかだったりとか、どこに所属するかしないかっていうので、こういろいろめちゃくちゃ引っ張ってて、ファンとしてはすごく、もう早くしっかりしてくれ、脱ぐか脱がないかはっきりしてほしいし、所属するか所属しないかはもうはっきりしてほしいし、もう自分でユニット作るんだったら自,自分でユニット作ってほしいしとかいろいろこう思ってオールトゲザーまで引っ張りすぎてて。で、オールトゲザーは本戦じゃないから、 なんかそっちの方で安住とキットをするってのも、まあ実際やっぱ5スターグランプリの決勝で見たかったしとか、まあいろんな思いがあるんですけど、やっぱそのキットへの緊張感だったりとか、まあ唯一のマスクまで他のライバルがいないし、まあ今無所属ってあるし、一番おいしいしってなっちゃってるじゃないですか、去年から、あ無所属のところが。 あ下手に所属しないでまあ、小寿とかに入るともうなんかこう幅が広がるのかなというふうに思うんですけどやっぱそうやってこう緊張感をピリッて入れるためにもやっぱこの三沢光晴さんの本読んでてあーやっぱりね二代目ってやっぱ苦労するよなってでしかも久山悟は1年タイガーマスクだったんですけど。 ま急に自分で辞めるって言ったってことですけど三沢光晴が自分でマスク取るまでに6年かかったって書いてましたからね。で1回ですねその自分でタイガーマスクの画面を脱いで、まあ、川田利明にこうひもを外してもらって自分で脱いだってのがあってあったんですけど面白いのが三沢光晴さんがタイガー2代目タイガーマスクとして。 出場してるときに結婚したそうなんですよ。女優さんですかね女優さんと結婚したときに。で、見触って出せないじゃないですか。で、結婚披露宴とか結婚発表みたいなのをしたそうなんですよ。で、そのときにタイガーマスクの格好。タイガーマスクの仮面かぶって寝てきたけど、脱いだそうなんですよ。まあ、そりゃそうですよね。あの、結婚発表で。 タイガーマスクとが結婚するんですけど、タイガーマスクは結婚するわけじゃなくて、ミサワ・ミツハルが結婚するわけですね。ややこしいことで。で、そこで、あの、仮面、マスク取って、ミサワ・ミツハルですっていうふうにいや、みんなも、何もしかしてタイガーマスクのマスクかぶったまま今日の結婚の発表するみたいな感じになって、そんなわけねえじゃん、ははは,は、みたいな感じで言ってたんですよ。これも、キットとかが、例えばですよ、スターライトキットがオールツゲザーで、 脱脱が自分で脱ぐのかあのあみ脱がされるのか、まあ、それは分かんないですけど急に「私恋人ができました」みたいな言ってなんか恋人とこう2人でラブラブ会見しますって言ってで、まあ、仮面かぶってて、まあ、相手は、まあどまあ、レスラーだろうが一般の人は何でもいいんですけど急にこう仮面脱いでいやそりゃだってねデートしてる時は顔を出してるんだからあの。 出すっしょみたいなもう交際発表なんだからみたいなこれ三沢のスタイルなんですけどなんかそういう出し方っていうのはちょっと面白いかなみたいなこと思っててまあでもどっちにしてもやっぱキットが今のままじゃない今のままでもまあ言っちゃいいんですけどなんかぬぐぬがないではっきりしないからなんかこう脱いで、まあ、リアンがこう2代目としてどういうのをするかってストーリーは結構この。 リアン推しというか俺たちのリアン派からしたらちょっと面白いストーリーまあ潰れるかもしんないんですけどこう何も耐性せずにやっぱいろんなプレッシャーがあるからそれに耐えきれなくてこうしんどくなるっていうんですけどやっぱそこはまあ父親お父さんがね役所にたくさん役しまあファンは支えるし利、えー、ン俺たちのリアンがねどういう風になるかそれじゃダメだからもっとこうした方がいいとかやっぱそのいろんな二代目って苦悩があると思うんですよ。 そ三沢さんしかりさっき言ったグレート咲夜選手しかりいろんな2代目ってあると思うし誰かのモノマネじゃんとか誰かの何じゃんっていろいろあると思うんですよだからそこを工夫して体制することができたらそのリアン選手が目指してるだからハイスピードとも合いますからねその2代目キッと2代目含めるレスラーって形になっていくとでそこからどん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 上がっていってまあウエイト上げてもいいし今のままでもいいし うんまあ、自分で覆面団体作ってもいいし何でもいいんですけど、まあ、このまま吸ってこうクイーンズクエストに入るってよりは、まあ、最初のストーリーも回収できるじゃないですかなぜリナじゃなくてキットを選んだかって言ったらその2代目覆面レスラーのつながりを持たせる意味だったとかだったら僕は結構面白いと思うんでうんちょっとねうん、まあ、リアン選手じゃなくてもいっちゃいいんですけど、まあ、一番立ち位置としてはリアン選手なのかなっていうふうに思ってるんで。 まあそこのところがねあーなっていったら、まあ、冷たい目とかいろんな賛否っていうかピの方が多いと思うんですけど新しいチャレンジとしての選択肢としてはもう結構面白いんじゃないかなっていうふうに思うんであだからきっとがね、まあ、ぬぐぬがないにしても二代目の覆面、まあ、それがスターライトキッと二代目なのか新しい覆面レストラン誕生なのかあ、まあ、どっちにしても。 リアン選手がマスクかぶってスピード系のところルチャ系のところで行くっていうのは面白いだけど今のはじゃ無理なんでやっぱ半年間ぐらい、えー、武者修行行ってメキシコとかルチャ系行ってでそれで帰ってきて覆面レスラーで帰ってくるっていうのは個人的には結構面白いストーリーなのかなというふうに思ってるんで、まあ、ちょっとね俺たちのリアン、まあ、お父さんがね、えー、お父さんにちょっと相談しないといけないんでファンとしか言 まあ、結構面白い選択肢じゃないのかなっていうふうに思ってるんで結構僕的にはリアン選手マスクかぶってほしいかなまあでもこの間もタオルが出たんでリアン選手のタオルを買った人からしたらもうちょっと返金しないといけねえじゃん説はあったりはするんですけどあまあまあまあそれは初代の時のね楽しみっていうのがあるしいつリアン選手もあのマスクのかわかんないですからね、まあ、そういう楽しみのお話をさせていただきました。